声も聞こえてまいりました。両チームの選手が入場です。右ネイビーのユニフォームがアビスパ福岡、左白のユニフォームがサンフレッチェ広島です。面白いと思いますね。ですからザヘディが降りてきたその裏のスペースですとか、クロス数はリーグ2位の数字を誇るサンフレッチェ広島です。J1 リーグの第8節、福岡対広島の一戦です。中央に入れてきたヘディング、わずかにゴールの左外れていきました。やっぱり大橋調子良さそうですか。そうですね、というよりもやっぱり合わせてるっていうのはあると思うんですね。こういうことができるといいですね。福岡もザヘディ、ザヘディが行く、左足、大迫の正面でした。小林さん、ここまでまあ10分ほど経過しましたけれども、お互いがいいチャンスを作ってますよね、はい、決定的なのを1回ずつ、はい、コーナーキック1回ずつ、そうですね、まあ、そういう意味では五分ですね。湯沢が右サイド縦に行く、中に選手が3枚入ってきて、ザヘディの上だ、前島胸トラップからシュート、大迫素晴らしい、いいプレーですね、右サイドの高い位置で、ここもマイボール、茂み、胸トラップ収めて、塩谷が厳しくいきますが奪われません。グローリー裏を狙った湯沢です。右サイドキープして、中に岩崎とザヘディがいる、ターンした、縦突破した、し湯沢クロス、ザヘディ、決めました。アビスパ福岡、今シーズンリーグ最少失点の広島から先制点を奪いました。この、ね、頑張りが良かったですよね。このザヘリーの逆サイドへ回る動き、視野から抜か、視野を抜けて逆サイド、よく湯沢は見えてましたね。素晴らしい得点ですよ。高さもありましたね。今日も多くの広島サポーターが駆けつけています。まずは1点を押し合って広島、佐々木のヘディング、決まりました。佐々木翔キャプテンが同点ゴールを奪いました。サンフレッチェ広島、コーナーキックからでした。どうご覧になりますか。いや、前回と一緒で2列目から入ってきてるんですよね、まあ、こういうところで枠に持ってくる佐々木の力っていうのはすごいですよね、やっぱり、はい、縦も横もパスコースが増えると思います。ここは大橋が行きましたが、ここで前半終了のホイッスルです。この未だ今シーズン無敗の広島に勝利収められるか、後半キックオフです。アビスパ福岡のキックオフ、その湯沢、前にスペースがあります。ここは佐々木翔の対応、湯沢早めのクロス、ザヘディーだー、ポストか。さあ広島のセットプレー、三田が入れてきます。三田中央入れてヘディングで合わせてきました。村上が落ち着いて対応しました。ここは少し時間をかけているか、左足の東が来た、中央大橋が減る、大橋のヘディングでした。拾った小原、七です、中に選手が2枚入っている、クロスが上がる、加藤睦希、ヘディング合わせていきました。加藤、川村、左足、ここで試合終了のホイッスル。